始まった。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。ちょっと入ってくるまで待ちましょうかね。はい、はい、通知がね、通知来る人でね、来ない人がいるのよこれ。それはね、もうインスタグラム社のねあれだから。すごいね。韓国語はもちろん読めるんですよね。読めます。すごい。でもたまに、はい、私たちあれ、韓国語で宮脇さんがストーリー上げられてて、なんて読むんだろうってすごい翻訳したい気持ちになりますもんね、みんな。みんなに言われますね。いや、そうですよね。日本語でも書いてって。なんかお願い、同時で上げて、同じ内容って思っちゃうから。はい。すごい。だから、私日本語の基本的になるべく、はい、拾いますね、コメントを。はい、ただ宮脇さんは韓国のやつはごめん、お任せしたわ。もう分かりました。はい、韓国のメンズの方のコメントは積極的に拾いましょうごめんなさい、私のね。はい、改めてですね、はい、皆さんよろしくお願いします。皆さんこんばんは。すごいね、すごい入ってきてる。はい、本日はですね、宮脇さくらさんが新しくケラスターゼのブランドアブソリューというラインのジャパンミューズに就任されましたので、記念にインスタライブをやりたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まあ、ブランド様とのインスタライブではあるんですが、なんかどっちかというと宮脇さんのことのこの皆さんの質問を拾っていったりとか、あ、さくちゃんって呼んでるよ。はい、呼んで皆さんとコミュニケーションを取っていくっていうのをメインにしていきたいと思いますので、皆さんコメント欄しっかり見てますので、どしどし皆さんコメント等はしてあげてください。はい、韓国語のやつはね、もうって言ってますあれはせよって言ってるのかな。はい、あ、そうなんだ。もう普通ね。はい。なので、はい。特にヘアケアのこととか、まあ、うん、ヘアのカラーのこととかだったりとかを、まあ、積極的に聞いていきたいと思います。はい。宮脇さん、私ともお久しぶりですよね。お久しぶりですよね。1年半か。1年。コロナ前ですね、きっと。なんか1年半ぶりぐらいで、はい。東京ガールズコレクションのゲストに、はい。アイズワンさんとして来ていただいたんですね。はい。今はそうですね。お久しぶりでございます。あ、てか、卒業おめでとうございます。本当におめでとうございます。はい。なんですが、私その時多分聞いててすごいびっくりしたエピソードは、出前でユッケが来るっていうのにびっくりした。ああ、言いましたね。それ大丈夫なのと思ったけど。でも韓国では普通なんですよね。そうです、普通です。大丈夫、お腹壊さないと思ったけど、でもなんかそれが普通なんだよっていうのを覚えてます。なんか日本に、まあ今一応日本にもいらっしゃるんですが、はい、日本に帰ってきてこう食べたものとかあるんですか？逆にこれを欲してたみたいな。もう牛タンが本当に食べたくて。牛タンが？韓国はあまり牛タンを食べる文化がないので。はい、あ、そうなんだ。だから意外、焼肉いっぱい食べてるのに。ないんですよ。え？牛タンないんです。確かに。でも見たことないかも。なんかどっちかっていうともう豚肉とか牛肉とかだけなので。あ、そうなんだ。牛タンが本当に食べたくて、はい、東京に来るたびに。日課に1回ぐらいのペースで食べてます。え、それ食べ過ぎじゃない？大丈夫？太るわよお肉食べ過ぎじゃない？まあ、野菜でね、ちゃんとね、はい、しっかりね。あ、そうなんですね、はい、でもさっきコメントでもユッケ羨ましいって。あ、そう、日本ほぼ食べない。ちょ、中央に寄ってください。ごめんなさい、ちょっと引きますね。引きますね。これぐらいですか？これぐらいですか？私が引けってことですね。私が半分してるからね。ほんとごめんなさい。ちょっと目が悪いの、私。ごめんなさい。はい、あ、こっちを見ればいいのね。はい、さくらちゃんって。はい、ありがとうございます。でも韓国語の人と日本語の人と、はい、そう、いろんな、でもすごい外国の方もいらっしゃるね。ニコニコって。本当ですね。すごい、なんかみんな素敵ね。もみっぽよ、ありがとう。あ、カムサミだ。どういう意味なんですか？とても綺麗ですって。え、ありがとうございます。いや、すごい言う、あの、拾うよね、そういう人も本当にはい、男の人綺麗すぎる。私ね、男でもないんだよね。男でも女でもないから。これめちゃめちゃ、いや、でも課金してます。あ、はい、でも大事です。でもね、大事です。しんどいんですけど、韓国に全然行けなくなったので課金足りてなくなってきました。韓国本当に皮膚科とかすごいですよね。すごいですよね、本当に最強ですよね。はい、ということで、はい、お話できたいと思いますで、改めてですね、はい、このケラスターゼのジャパンミューズに、はい、ケラスターゼのブランドアブソリューというシリーズのミューズに、ブロンドアブソリューです、ごめんなさい、失礼しました。ブロンドアブソリューの、はい、ジャパンミューズになられたんですが、撮影はあれだったんですよね、遠隔だったんですよね。そうなんですよ、私がちょうどその時まだ韓国にいたので、はい、韓国からビデオ通話をしながら撮影しました。そうですよね、私も一瞬見てましたけど、はい、結構あれですか、やっぱり初めてでした？初めて、遠隔での撮影。雑誌の撮影とかあったんですけども、広告で遠隔っていうのはなかなかなかったので、髪の毛の感じとかもこう
通話しながら撮影して楽しかったです。なるほど。あとね、いい質問してた。韓国のアイドルの皆さんのヘアケアが知りたいです。わかる。多分見てる人も私もそうなんですけど、何回髪の毛の色変えるのってぐらい変えない？いや、1年に多分20回、30回はブリーチしてると思います。え、あの1回でもそもそもブリーチを 3,4 回しないと色が入らなくて。あ、そっか、もう本当にゼロになるまで溶けない？髪の毛さすがに溶け。でも全然元気そうね。私は大丈夫ですね。全然大丈夫です。え、みんな何してそれ大丈夫に保ってるの？みんな驚くほど、だって今日の宮脇さんも驚きの綺麗さよ。あの髪の毛の色味もツヤも、だってめっちゃブロンドしてるんで。いや、ブロンドはもちろんしてるんですけど、あ、ブリーチはしてるのにすごい綺麗ですよね。みんな、でもやっぱケアは大事ですね。本当に日々のケア、きちんとトリートメント毎日するとか。でもなんか僕の友達の韓国のアイドルの方もケラスターズ結構使ってる方が多いって聞いてる。ケラスターズ韓国でもめちゃめちゃ使われてます。あ、そうなんですね。美容室に絶対置いてありますね。そうなんだ。え、じゃあこのジャパンミューズになる前から使ったことありました？はい、使ってました。めちゃめちゃ使ってました。すごい嬉しい。そのお話が聞いた時すごい嬉しくて、しかもハイトーンのあのヘアケアなので、今回のラインが出たのが、はい、なのでそれがすごく嬉しくて、本当に。あ、確かにちょっとありそうになかったですもん ね。今まではそのもちろんあの大人向けとかうねりとかカラー用はあったんですけど、ハイトーン向けっていうのはすごいなかったので、すごいいいですよね。使い心地どうでしたかって。めっちゃいいです。あの本当に皆さん、あの普通にあのファンです私は。いや違う、なんか言ってましたね。普通に好きです。本当にあのめっちゃいいです。これなんか面白いのが、これ持ってるやつなんですけど。そう、持ってるやつはシャンプーなんですよ。はい、これはシャンプーです。なんかシャンプーでそもそもこういう入れ物って珍しいですか。ないですよね。で本当に些細なことなんですけど、濡れた手でも開きます。あー、大切大切。すごい、あのな、すごいね、なんか主婦みたいなこと言うね。大切。わかります、わかります、わかります、めっちゃわかります。あの濡れてるから髪の毛。そうなんです、ね、そうなんです。わかります、わかります、本当に大事です。なるほどね、なるほどね。あとね、ごめんなさい、すごいくだらない質問拾っちゃうかも。なんで髪型そんなに崩れないんですかって来た。いつも崩れないんですよ。でもわかるの。コンサートです。コンサートも今も。あ、今も。いや、なんか、え、てか今もいつも。なんか何が違うの、まあ、メイクさんがやってるとはいえ、韓国の人たち信じられないぐらいスプレー振ります。なんかもう、あ、本当に信じられないぐらい。あ、じゃあ日本と全然やっぱ違います。はい、多分本当に私たち12人いたので、はい、多分1日1本使い切るぐらい。すごい。そんなに本当に振ります。え、もうそれ触ったらパキッていうレベルですよね。あ、もうバッキバキです。あ、だからこそ本当にシャンプーとかがめっちゃ大事で。あ、そうなのですね。ないので、あのスプレーすごい振っちゃうと。あ、やっぱりそうなんだ。これです。なるほど。やっぱだからケアをちゃんとするっていうのはすごいポイントなんですね。はい、本当にいいです。はい、ありがとうございます。ほら、みんな大好き前髪わかりますって。なるほど。あ、環境変わりましたか。まあ今東京にいらっしゃるんでね。でも卒業してまだ2日、4日ぐらいですよね。4日ぐらいしか経ってなくて、まだなんか卒業したっていう実感が湧かないですね。だから今自己紹介するときも、あの名前だけ言うじゃないですか。今までは HKT48 のとか IZONE のって言ってたんですけど。そっか、 IZONE もおしまいして 4日前に活動休止して、4日前に HKT も卒業したから、はい、なんでただの宮脇さくらになっちゃった。いや、そんなことないでしょ。宮脇さくらさんは宮脇さくらさんでただではないですけど、ちゃんと宮脇さくらでしょ。はい、あ、はい、卒コン見てましたって。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。卒コンのために髪の毛もピンクに、ね、薄いピンクめちゃくちゃ可愛い色になってますもんね。はい、そうなんだ。やっぱりでもなんか感無量でした。まあ、みんなに聞かれた質問なんで何回言わせるんだよって感じだと思いますけど、ごめんなさい。いや、でも一生忘れたくないですね、あの日のこと。あ、そんなに本当に最高の一日だったなって思います。え、なんか素敵な、いい子ね、あんた。私、おばさんが出ちゃう、ほんとごめんなさい。いい子ね、ほんとに。なんか青春、いや、だって大変だったっていうのが出るかと思う気が、素敵な、素晴らしい一日になったに、私はちょっと感動しちゃった。アイズワンの時も素敵ですけど、今のさくらさんも素敵で、お綺麗ですって。確かに。でも、ほんとに綺麗ですよね。でも、最近は日本の方も結構、ハイトーンをよくするじゃないですか。そうなんです。
だからすごく嬉しい。参考にしてる方も多いって言いましたよ。やっぱり韓国のアイドルさんのことみんな参考にするので。そうですよね。で宮脇さんのピンクもめっちゃ流行ってましたしね。去年の11月やってましたよね。ぐらいにピンクをしたんですけど、あれがすっごく好評で。そうですよね。なので今回もやっぱ卒業ということでピンクに、一回ピンクに戻そうと。気合を入れるときはピンクに。あ、そうなんですね。したくなりますね。で、このケラスターズの CM の撮影の時にも言ってらっしゃった通り、はい、明るくすると気合が入るって言ってましたもんね。入りますね。なんか違う自分になれる気がして、また髪色を変えるとそれがすごく楽しいので。何色が特に本当に好きなんですか？やっぱりピンク。ピンク、そうですね、本当に去年やったパノラマの時のピンクは好きです。あ、みんな言ってる、同じ色に染めたいって。お、それでも何回ブリーチしてますか？これはでも1回だと思います。え、はい、1回でこんな綺麗になるの？そうなんですよ。え、1回で上手じゃない？え、すごい。でも今回のピンクは結構薄めのピンクなので、普段でもできるようなピンクかなと思いますね。前回のピンクはだいぶピンクだったので、しっかりピンクでしたよね。しっかりピンク。今はちょっとブロンドに薄くほんのり乗ったピンクみたいになってますもんね、はい、なるほどなるほど。はい、ありがとうございます。私エクステもつけてるんですよ。あ、そうなんですか？そうなんですよ。だからエクステも本当に泡立ちにくいので、そういう人にも本当におすすめです。あ、エクステもやりやすかったです？やりやすいです。エクステ本当に結構ケア大変なので、うんうんうん、自分の髪の毛じゃないから。そうですよね。あと根元が絡まるから、うん、で洗いにくいし、おっしゃる通り。あ、素晴らしい、ありがとうございます。あ、タイから見てますよっていう人がいる。本当だ、素敵。あと何語か分かんない人がいるのはちょっとごめんなさい。もう触れれないわ、私たち。本当読めないです。でもありがたい。何語なのかしらこれはって思って。韓国語のコメントも拾ってあげてほしい。はい、わかりました。拾ってみてください。私は無理よ。1ミリも分からないわ。ほんとごめんなさいだわ。あ、来た。このハートの人なんて言うの？サランヘイクラって言ってます。サランヘイを愛してるって。え、素敵。わかるんだ。中国からです。あ、ショートにする予定はありますか？したいんですよね。結構もう1年ぐらいずっと、あ、2年ぐらいかロングなので。あ、でもなんかショート、最初ショートですよね。最初ショートでした。基本、はい、HKT の時はほとんどショートでしたね。そうですよね、うん、で韓国にアイズワンになって、韓国にロングになって、ショートの欲もあるんですね。やってみたいですけどね。でもどうなんだろう、似合うのかな。いや大丈夫よ、似合うわ。似合うけど、でもごめんなさい、私的には今の髪の毛が似合いすぎてて、なんかこれが結構今の私のイメージ、うん、ありますよ。てかなんかお姉さんになったと思った、ね、なりましたよ ね、うん、でもいい意味ですよ、ちゃんと。いいんですかね、なんかもっとキャピキャピしとかないといけないのに。え、でもまあ10代じゃないから大丈夫じゃないかしら。そうよそうよ、あんたより若い女もいっぱい出てきたから。いや、そう、びっくりした。大丈夫、私30超えてる。はい、だからでもほら、ロング似合いすぎてるって。やっぱロング、そうですね。あと前髪なくす予定はありますか？確かにしてみたいです。ずっとあるので、基本前髪なくすともっと大人になりそうですね。そうですよね、どえらい大人になりますよね、多分。確かに、そう、前髪もみんな見てみたいって言ってますね。なんかこれぐらい、ここぐらいまで全部はなくさずに、うんうん、ちょっと目にかかるぐらいの前髪なくす感じとかやってみたいなと思いますね。セクシーじゃないけどエレガントな感じですよね。ちょっと上品なお姉様みたいな感じになりますよね。あ、でも黒髪ボブもまあ、久しぶりに見たいのよね、きっとね。そうですね、逆にね。なるほどです、ありがとうございます。ホテル綺麗。あ、そうなの、ホテルが綺麗なの。ここのホテルすごく綺麗なの。はい、このライブはアーカイブ残しますか？残さないんです。なので、あ、そうなんだ、今だけ質問してください。そうです、おかしなこと言っちゃう可能性が高いのよ、ごめんなさい。はい、私が主に。はい、すいません。Do you？あ、スクショタイム決めます。あ、スクショタイム、じゃあ最後宮脇さんだけにやっていただきますね。はい、はい、全部似合います、ありがとうございます。あ、分かる、ロングも似合うしね。何のフルーツ食べたんですかって来ました。え、なんで知ってるんですか？あ、そうだ、載せたんだ。はい、ホテル綺麗ってのストーリーにも載ってましたね。はい、ここめっちゃ映えですよね、はい、ホテル。踊ってって、踊るのはないわよ、あんた。アルコールフリーいい歌ですよね。トゥワイスさん、大好きです、はい、ピンクの髪も大好きですって。あ、固まるって、多分ね、人数が多いとね、固まりやすいの、ごめんなさい。
見てる人が多いあれなんでね。なんか逆に多分もうこれもたくさん聞かれるかもしれないですけど、韓国にずっといたからこそ今日本はコロナ禍が進んじゃって韓国に行きたくても行けない人がすごく多くって、なんか逆に次また空いた瞬間みんな行く方多いと思うんですけど、韓国行ってここおすすめよみたいなところはありますか？韓国は結構皆さんミョンドンとかに行かれるじゃないですか。ミョンドンか、まあ私たち世代はカンナムです。あ、やっぱそうですね、はい、カンナムが本当に楽しいです。あとまあ私はあれがあれなのでイテウォンです。あ、それ深くは聞かないで。なるほど。知らない人はググって私はイテウォンあたりにいますね。カラスキルもすごくおしゃれなカフェとかもあるの で、ね、なんか特にここが好きとかあります？まあそんな言い過ぎちゃったら会っちゃう可能性あるんでどうかと思いますけど、ごめんなさい。でも私外本当に出ないので外出ないので。あ、逆にね。でも韓国なんだろうな、いろいろ教えてあげたいな。美味しいお店とかいっぱいあるね。うん、あ、ほらやっぱ来てた、さくらさん主体の韓国ツアーとか絶対。ああ、本当に、ね、日本にも行きたいよってことは日本にいないのかな。本当だ。最近韓国料理食べましたか？確かに食べました。あの本当に一昨日、はい、タッカンマリを頼みました。やっぱタッカンマリ美味しいですよね。美味しいです。でも韓国の方タッカンマリそんなに食べないんですよ。え、私アイザンのメンバーとタッカンマリを家でやった時に初めて食べるって言われました、はい、韓国の人に。韓国のメンバー。え、なんで？なんか若い世代の方はあんまり食べないのかもしれないですね。あ、そうなんだ。年配の方が。でもなんかね、ちょっと風邪気味だわみたいな時とかみんな食べるって言いますよね、うん、タッカンマリ。タッカンマリ、でもタッカンマリこそさ日本で食べるより絶対韓国の方が美味しいわよ。まあ、もうそうですね。でもどうしても食べたくて。あ、なるほどね、なるほどね。スンドブチゲとかも好きです。あ、やっぱね、結果美味しいからね。タッカンマリって何？タッカンマリっていうのはみんなサムゲタンと間違えるわけで、サムゲタンは鶏の中になんかもち米とか薬膳わーって割ってベッて煮たやつで、タッカンマリは水炊き、韓国の。あ、そうですね、そう、韓国の水炊きで、日本のちょっとスタイルは知らないんだけど僕はあんまり。韓国のスタイルで言うと生のニラとなんかタテギっていうこう辛いちょっとしたソースをなんかちょっと甘い醤油って割るみたいな。あれ美味しいですよね。あの生のニラ食べるの美味しいですよね。美味しいです。っていうスタイルのお料理です。ニンニクが効いてて本当に美味しい。そうなんですよ。だからニンニク効いてるのでね、いろいろある人はね、ニンニクが効いてて大好き。そうですよね。はい。そしてブランドアブソリューのこのね、あのケラスターゼのブロンドアブソリューのコンセプトなんですが、挑戦、野心、向上心ということで、まあ、今後なんかチャレンジしてみたいこととかありますか？ちなみに私はフィギュアスケートにチャレンジしようと思ってます。本当ですか？はい、なんかやってみたいなと思ったんで、浅田真央になるっていうのがコンセプトです。はい、赤字残さないから大丈夫。もう人の名前言いまくりごめんなさい。はい、なんかあります。そういうなんかくだらないのでいいです。なんだろう、はい、いろいろ。でもなんだろうな、もっといろんな髪色はしてみたいです。なんか今は結構ピンク、金、はい、グレーとかはやったんですけど、もうちょっとなんだろう、オレンジとか、あとなんか上は青だけど下はみたいな、不思議な幻想的な髪色とかも。あ、もう一目見て分かっちゃうやつですね。なんか やってみたいなと思います。派手な髪色、やっぱ夏なので、夏は派手に行きたいので。なるほど、うん、髪をチャレンジしてみたいんだ、意外だな。特にオレンジとかしたいです。めっちゃオレンジとかしてみたいです。意外と最近流行ってますよね。あ、そうですよね、結構見ます。みんな派手な白。あ、白ね、白、でも白はさすがにもうウィッグにしない？さすがめっちゃ大変そうですよね。色があのあとどえらい色抜きますよね。そうですね、絶対に4回ぐらい。絶対そうだよね。さくらたん、はいはいはい、パーソナルカラー診断はしましたか？しました、しました。韓国でしました。何色でした？ブルーベーナッツでした。あ、じゃあ青とかはでも逆にやったことないんですか？髪の毛。ないですね、意外と。はい、青とかも似合いそうですよね。青とかブルーベーだから。そうですね、冷たい色が似合うから。まだでもうまで多分もうね、最初からですけど色が違っちゃって、私そんなにジグルじゃないからね。この人の隣にいるだけでとんでもない黒い人みたいになってるけど、親ですもん。いや、あの私なんとかしげるさんじゃないからね。全然白、私白い自然な健康食だからね。はい、韓国と日本のメイクとヘアの違いを教えてくださいって聞いてます。メイクはやっぱりそのアイドルに限ると思うんですけど、そのメイクやっぱ強めですね、だいぶ。うん、もうラインもがっつりだし、
でもなんか日本のわかんない日本のアイドルグループにもいたからわかるけど、はい、日本の方よりメイク上手じゃないです気のせい。メイクさんがですか。あのメイクさんもだし、ポテトグループはみんなも上手。あでも韓国で自分でメイク一回もしなかったです。あ全部もメイクさんが、逆にメイクさんがやるんだ。はい、あ自分自前メイク絶対ないんですか。ないです。えすごい。絶対ないです。だから文化が違うのね。空港行く時もただ空港に行くんですけど、やっぱり写真とか撮られるので、はい、一回美容室でメイクしてから空港行きました。えすごい大変めんどくさいじゃない2時間ぐらいのフレットのためにわざわざみんなで美容室でヘアメイクしていくの。そうです。えすごい大変せあちゃんとしてるね。まあ、ちゃんとしてますよね。過保護じゃない、ちゃんとしてる。そのちゃんとしてる、なんかしっかりしてますよね。えしっかりしててすごい、うん、横の人はね通りすがりのおかまです、ごめんなさいえじゃあ、はい、逆に AKB さんの時とかは、はい、自分で、あ HKT さんの時とかは自分で塗ってる方多いですもんね。で今日も自分でメイクしました。でもちょっと上手くなりましたあやっぱりもう間近でプロの方がやってるのを見れるので、なんかあこれはこうやって使うんだとかを学んで、なるほど、ね、ちょっと上手くなったかなと思います。だってすごいこの 2,3 年でメイクすごいしっかり変わりましたよね。変わりましたね。ねえ、うん、メイクテクすごいよね。わかるよ。いや本当にすごいですよ。韓国のメイクさんはすごいです。でもさくらさんメイク上手ですねって、やっぱりあやった来てる上手。へえ。あと韓国と日本のヘアスタイルの違いは、はい、あの韓国は本当にめちゃめちゃボリューム大事ですね。あそうなんですか。めっちゃ立ち上げます。もうストレートでももうへえ、もうこれぐらいは一回立ち上げてブローするんだ、はい、ブローして立ち上げてスタイリングするんだ。なんでなんでしょうね、まあ、そういうスタイルが好きなのか。そうですね。あとなんか、うん、顔がちっちゃく見えるらしいです。ああほらやっぱりさくらちゃん日本の時よりメイクめっちゃうますぎないって。あ本当？昔から知ってる人は多分そうなのかもね。さくらさん卒業おめでとうございます。あ確かにラメもがっつり使う気がしますね韓国。あ確かに YouTube にメイク動画上げてほしい。 YouTube やってましたっけ。 YouTube やってます。でも今あのゲーム YouTube しかちなみに何のゲームするんですか。今はバイオハザードビレッジで。あガチのやつをやってるんですね。めちゃめちゃ面白いです。あゲーマーさんなのねあなた。そうなんですよ。あゲー私もですよ。本当ですか。何しますか。でも私モンハンの方が好きです。あーなるほどやりました。なるほどモンハンやってないんですよ。バイオハザードなんかねびっくりするから嫌なの、ね、びっくりするから嫌なのドキドキしちゃうんだもん怖いですよ怖いのもん私もあの配信しながらやってるのでできます。一人だとできないですけど。へえ。わかる。でもこんな美女なのにゲームするんですねってわかる。まあ見たい方はぜひ YouTube もチェックしてみてくださいね。はい、はい、じゃあ髪の毛とかは結構あれなんですね。みんなこう全然日本との作り方って本当に違うんですね。そうですね違いますね。なんか何韓国行って逆に何がカルチャーショックでした一番。え美容系ですよね。はい、あでも本当にすごいなと思うのはニキビがちょっとできるかなってだけでもすぐ皮膚科行きます。あすぐ病院行くのね。すぐ。あでもねいいことなんですって。でもです皮膚科の先生に言われたニキビは治療しましょうって。本当に自分でどうにかするというかはもう行った方がいいです皮膚科に。なので私は1週間に1回とか行ってたし、でも皮膚科の先生は毎日来ていいよって言って。いやそれ商売だからよ。あんなか。毎日そういうことだって毎日行かない。だってやることないわよ別に。あそういうことか。私あ本当に毎日行った方がいいなと思ってました。でも1週間に1回はちょっと。なるほどね。確かにメイクも結構強いメイクしてるし髪の毛もたくさん染めてよく痛まんだり荒れたりしないのがすごい、うん、いやでも本当にやっぱり最初おっしゃられたのと課金ですよね結局。まあね大切ですね。本当にプロの方の力を借りるっていうのは本当に大事だと思うので。あといいやつシャンプーとか使うといいですよねやっぱり。結果キャラもそうだけどそう高いやつっていいのねごめんなさい多分結果ね結果変わる、うん、あと髪の毛も変わる、うん、本当にそうですね。なるほどなるほどなるほど。髪の毛とか毎日ケアしないといけないものじゃないですか。そうなんですよね。だからこそちょっとケチっちゃいがちなんですけど、うん、毎日のことこそにちょっとちゃんとお金っていうかしっかりいいものを使うとよりツヤツヤの髪になりますもんね、うん、本当に。なるほどありがとうございます。ヘアカラー傷みました。そのヘアカラーはこの全然大丈夫です。いや、まあ、見る限りツルツルですけど、まあ、でもエクステをもちろん付け替えるにしても地が綺麗ですよね。切れたりしないの。しないですね。
でもそもそも髪の毛も強い方って言われるので、ブリーチするときも痛くならないんですよ、頭皮とかも。へえ。なのに、え、だからでもやっぱケアなんでしょうね、きっと。やっぱケアですね。日々のケアは大事なんでしょうね。本当に大事だと思います。なるほど、愛用しているやつを知りたいです。あ、ケラスターゼも見てあげてくださいませ。トゥルントゥルン、そうなの。ただね、僕この距離で見てても顔もトゥルットゥルだし、髪もトゥルットゥルだから、すっごいお金かかってるように見えるお姉さん。待って、なんか高級感すごいと思って。でも肌と髪大事ですよね。でも大事です、ね、特に僕意外と髪も大事だと思うんですよ。顔の課金最近流行ってきたんですけど、日本でも本当になんかちょっと品がそうですよね。あの女性で髪の毛綺麗だと圧倒的に美しく見えますよね。まあ、女性に限らず男性も、うんうんうん、やっぱ髪が綺麗なだけでね。僕は頭皮も完璧なさくらちゃん、すごい完璧とは言ってないわよ。頭皮も完璧ってどういうこと。頭皮も完璧なことに別にベネフィットないわ。はい、今日ファンで何使ってますかって。あ、え、名前がわからない、はい、今度します。はい、シゲが言ってたけどマジで毛穴がない。あ、いやそう、それもね、もう本当に頑張ってますね。いろいろね、いろいろね。はい、綺麗な人は髪わかる。はい、本当にヘアケアケラスターでいいですよ。でも本当にいいんですよ、うん、なんか、うん、なんかすごいあんまりね、言いすぎるとね、なんかテレビ通販みたいになるから。でも言わされてないんですよ。いや、そうでもそのこのケアで守ってくれてるのはいいですよね。たくさんのこのヘアカラーするっていうのもすごいありますし。はい、ちなみにこの、はい、改めて紹介するこのケアスターゼの、シカエクストリームという商品はしっかりヒアルロン酸をたくさん入れてるそうなので、ダメージケアもきちんとできて、あの素敵な洗い上がり、素敵な仕上がりになるそうです。香りが本当にいいです。はい、そうです。はい、ちなみにですね、マスクオイル色素入りシャンプーもありまして、はい、シカエクストリームは重くならないので韓国風ヘアの人と相性抜群です。ちょっと重くなりすぎるとね、ボリューム立ち上げたい人も全然。でもすごい欲張りですね。しっかりケアもしたいけど重くなるのは嫌ってことですもんね。すごい、でもそうですもんね。でもそうですよね。でも軽やかに艶やかな髪の毛になります。で、あとよりこう黄みが出ちゃう、うん、日本の方ってね黄みが出やすいんですけど、こういう紫シャンプー的な、うんうんうん、こういうね、あの色素がしっかり入ったシャンプーを。これもすごい。あー出ない、あ出た、ああもったいない、はい、っていうのもあったりもします。はい、でこれのトリートメント、トリートメントで意外と少ないじゃない。ないですね。カラーバターみたいなものあったんですけど、それがね同じブランドのやつがあるっていうのも。ブラシャンとかって本当に泡立たないじゃないですか。泡立たないし、なんかバシバシになるから本当に嫌いなんだけど、これ本当に良かった、うん、やっぱりよくできてる、高いだけあるから。はい、っていうのもあります。はい、本当に香りもめっちゃ美容室に行った後みたいな。そうです、美容室の、うん、てか美容室のトリートメントぐらいの仕上がりになるのでとても良いですよ。美容師さんがめっちゃ使ってますよね。言ってましたよね、うん、めっちゃ。そうです、日本でも結構ねたくさんの美容師さんが使ってくださってますし、あとこの、まあ、どこで買えますかってさっき質問もありましたけど、全国の取扱サロン、美容師さん、もしくは一応楽天でも売ってます。楽天もオフィシャルがありますので、ただ並行輸入品多いので、他のところで買わないで、オフィシャルから買って。本当よ。偽物があったりもするって噂で聞いた私。はい、だからオフィシャルでちゃんと買ってください。はい、よろしくお願いします。はい、さくらちゃんネイルが見たいです。ネイル見せてあげよう。あ、これね、カラーシャンプーではないですよ。カラーシャンプーもあります。通常のようにしました。かわいい。結構ぷっくりしますね。はい、わざとぷっくりしてるネイルデザインにしたんですね。かわいい。なんか逆に特徴的でかわいいですね、ぷっくり感で。しかもケラスターゼの色になってるから、ありがとう。あ、確かにそうです、本当にぴったり。本当ごめんなさい。ありがとうございます。はい、リングはどこのですかって。どこのですかこれ。リングはどこの。あ、ごめんなさい、リングが普通に普通に、ね、何台もわかんないけどごめんなさい、適当に言っちゃった。本当に適当だったらごめんなさい。後でちゃんと上げてくれるはずです。適当じゃないけど、で上がらなかったら何台も。はい。じゃあ何台もすごいいいの売ってるから行ったことあります？あります。ありますよね。めちゃめちゃいい。爆買いできればすごいいいの。本当に私何台もの回し物みたいになってきてる。ごめんなさい。はい。じゃあちょっと、もう時間になってまいりましたので、あとまあ、2、3個質問を拾って終わりましょう。一応なんか答えてあげる？これ質問すごい。あ、それ何ですか？質問、何これ。質問マックス入っちゃってる。すごい。こんなのあるんだ、知らなかった。どうしよう。なんか、ちょっと待ってね。あ、これ拾ってあげましょう。
質問、はい、髪の毛のハイトーンの維持方法を教えてください。どれぐらいの頻度で美容室行ってますか？でも韓国でピンクをしてた時は美容室でメイクをするので。あ、そうなんだ、面白い。メイクしながら髪染めてました。なんで3日に1回。そんなに髪の毛痛め、すごいね。あ、ブリーチはしないので。すごい。でもカラーは、すごいね。もうこんなのできるんですね、すごい。なんであんた知らないのよ、あんたの方が若いのに。それでこうやってインスタライブ全然しないので。そうなんだ。あ、だからレアなのよね。はい。あ、でもね、なんかね、韓国のやつもあるな。髪の毛の量っていう、あ、これでいいんじゃないかな。はい。髪の毛の量が多くて広がります、ミルクとオイルどっちがおすすめですか？私はオイル好きですけどね。髪の毛広がりやすいですか？でもオイルの質にもよりません？そうですね、ミルクの質にもよるから、ミルクとオイルどっちかっていうよりも、どんなミルクかとかどんなオイルかとか、あとご本人に合うかも大事ですよね。シャンプーからこだわったらいいかも。わかります。これだけじゃなくシャンプーからこだわるのも大事だ、うん、ちなみにこのケラスターゼのシリーズ、稲脇さんがじゃあ、まあ、全部一気に買うのもちょっと外れ高いじゃない？そうですね。どれからいくっていうのを。私はもう大好き。あ、シャンプーがね。ありがとうございます。このね、本当にあのやっぱり泡立たないのってめっちゃストレスじゃないですか。いや、わかります。あとせっかちなんで私も。もうこれが本当にストレスなんですけど、はい、これは本当に泡立ちが良くて。で結構やっぱこういうジャーに入ってるので柔らかいんですよね。そうなんですよ。なんかねクリームみたいなの、だから本当にトリートメントとちょっと最初は間違えるんですけど、つけるとちゃんと泡立つの。そうなんですよ。でちゃんと泡立たないとエクステとかだとね絡まりやすかったりするんでね。はい、おすすめです。そうです。じゃあシャンプーから取り入れたい方は取り入れてみてくださいって。す、はい、はい、あ、最後にスクショタイム。あ、ごめん、じゃあ1個だけもう拾おう、1個だけ拾わして、ごめん。何にする、何にする。でも愛してる宮脇さくらさんが多すぎる。何にしようかな、何にしようかな、何にしようかな、何にしようかな。じゃあもうなんか違うこと入れたいからこれにするね。ダイエット仕方教えてくださいって。あー、そうですね。まあでも本当に人によると思うんで。はい、なんかしてます、ちなみに。でも牛タン爆食いしてるのよね。何かしら。でも卒業コンサート前はやっぱり大事な時だったので、はい、塩分を控えたりとか。あ、ちゃんとしたんですね。やっぱむくみだと思うので、はい、ほとんどの人多分むくみで太ってるように見えてると思うので、やっぱ塩分を控えたりとかして、うんうん、私は基本なんかお腹が空いたりとかしたら夜食に味噌汁とか納豆とかを食べるんですけど、うん、ヘルシーちゃんと。コンサート前はやっぱりそれにも塩分がすごい入ってるので気をつけます、ね、そういうの。あ、もう水を爆飲みね。はい、いや、すごいストイックだそうです。皆さん参考にしてみてください。一口がデブの始まり、すごいいいこと言うね、あんた。はい、わかりました。はい、じゃあ最後にスクショタイムをしたいと思いますね、はい、私は吐きますのでちょっとお待ちください。じゃあ準備します。準備します。ちょっとなんか暗くない？暗くない？気のせいかしら。私の目がおかしいだけ？この携帯自体が暗くなりましたか？そうですね、このスマホが多分暗くなっちゃいましたね。まあでも大丈夫です。じゃあいきますよ、スクジュタイム。どんな感じにする？じゃあ3秒お渡しますね。皆さんいきます。はい、チーズ。はい、チーズ。ありがとう、頼んでないのにやってくれた。嘘です、ありがとうございます。はい、チーズ。取れたはず。はい、ありがとうございました。というわけでですね、ケラスターゼ、はい、ブロンドアブソリュージャパンミューズ就任記念で宮脇さくらさんと一緒にインスタライブをお届けさせていただきました。本日も皆さんありがとうございました。最後に何か宮脇さんから一言、あの見てくださったお客様にも、はい、お客様、あのファンの方々にお客様ってお客様、私テレビ通販なの、本当にごめんなさい、本当ごめんなさい、本当ごめんなさい。あの見てくださったあのファンの皆様に一言お願いできますか？はい、本当にたくさんの方に見ていただけて嬉しく思います。ロンドアブソリュー本当にいいのでですね、皆さんもぜひこれを使って一歩でも綺麗になって楽しい人生を送りましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで本日はありがとうございました。バイ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 。さよなら。